小室圭さん、不合格で心配になる夫婦の懐事情、ラーメン一杯2500円のニューヨーク生活を物価高騰が直撃。皆さん、こんにちは、チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。ニューヨークで新婚生活を送る夫妻に、 念願の合格通知は届かなかった。秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さんと結婚した小室圭さんは、今年2月に、ニューヨーク州の司法試験を受けたものの、不合格だったことが判明した。2度目の挑戦でも、悲願を果たすことができず、今年7月に再挑戦する見込みだという。小室さんは、現在、眞子さんと共に、ニューヨーク州ヘルズキッチン地区にあるマンションで暮らし、法律事務所で女子として勤務している。 3月上旬にセントラルパークで夫妻を見かけたという現地在住の邦人男性はこう語るお二人ともマスクをつけていたのでわかりづらかったのですがすれ違った瞬間にあ、眞、ま、子さんと小室さんだと心の中で叫んでいましたよ3月のニューヨークは最高気温が10度を切ることも多く眞子、ま、さんは黒いダウンコートを羽織るなど厚着でしたが楽しそうに談笑されている姿が印象的でした ただ、お二人の様子は、本当にどこにでもいる若くて仲睦まじいカップル。公園ではなく、街中でお見かけしたら、おそらく気づかなかったと思います。職場もセントラルパーク内、2月22日、23日に行われた、地方試験の結果がもたらされる前の束の間の休息を、新婚夫婦は、ニューヨーカーがこよなく愛する憩いの場で過ごしたことになる。ちなみに、まこさんが、 アシスタントキュレーターとして仕事に取り組んでいると報じられたメトロポリタン美術館もセントラルパークの広大な敷地の一角にある異国での新婚生活を堪能されているように見えるお二人だが小室さんが地方試験でリベンジを果たせなかったことによってニューヨークでの暮らしに暗雲が立ち込め始めたのは間違いない 現地に暮らすジャーナリストによると、小室さんの現在の年収は600万円程度とされます。しかも、現在の小室さんのビザは、勤務先からの雇用を前提としており、更新期限が迫っている。地方試験に2度連続で落ちてしまった小室さんに対し、勤務先が雇用を継続しなければ、ビザの更新すら怪しくなります。小室さんの代わりに、眞子さんがビザを取得する可能性もありますが、 そうなれば、ビザも家計も、本格的に、まこさん頼みになりかねません。そんな心もとない懐事情に追い打ちをかけるのが、ニューヨークの高すぎる物価だ。家賃60万円は高くない。例えば、日本でも人気のラーメンチェーン、一覧の現地 HP によれば、ニューヨークにある店舗では、 THE クラシック豚骨ラーメンのお値段が19.90ドル現在の為替レート1ドル126円で日本円に換算すると1杯が約2500円となりカップルでランチを楽しめばチップを含めて優に5000円を上回ることになるランチが20ドルを超えるのは当たり前例えば日本でえのきだけを1パック買おうとすると100円程度で済むところ こちらでは5から6ドルはします。小室さんと真子さんのご自宅は、家賃60万円とされますが、ニューヨークの中心部では、1キロの平均が40万円を超えるので、夫婦の住まいとしては、取り立てて高級マンションという印象は受けません。在留法人でも、商社や大手メーカー勤務の駐在員は、もっと家賃の高いマンションに住んでいますよ。加えて、ロシアのウクライナ侵攻によって、 ただでさえ高い物価が高騰している資源高によってガソリン価格は過去最高を記録し電気代が2倍以上に跳ね上がった地域もあるもちろん朝はコーンフレーク昼は自分で作ったサンドイッチ夜はパスタのような食生活であれば暮らしていけると思いますけどね最近では物価高騰で生活に困窮する人々が増え日用品や食品を狙った万引きも多発 治安も悪化しています。小室さんが三度目の正直を果たすまでは耐え忍ぶ日々が続きそうだ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。